あでも名前変わってやっぱ嬉しいもんなんですか女性って一緒になったんだなっていうなんかちょっと一つ区切りにはなるかなって庄司って結構珍しい名字じゃないですか、うん、なんかそれ珍しい名字になるのってどうな、うんですか僕すごい平凡な名字なんで西村っていうどこにでもあるもいや全然何とも思ったことない <laughs> もう、うん、レアだと思うあんまり思って生活してないですね西村博之って僕知る限り4人ぐらいいるんですよね、うん、あ同じ西村博之漢字も全く同じで あのあ違う感じになるともっと多いんですよ。えー、まあ、僕が何かやらかしても、ワンチャン他の人がやらかしたと思うんですけど、ね、でも違う人がやらかしても、ひろゆきさんだと思われるかもしれない,ないです。っていうのはで、ね、なんかまあ分散するんですよね。うん、だからそういう意味で言うと、割と楽なんですけど、<laughs> どこで楽になってるんですか日記 <laughs>、まあ、も一人しかいないじゃないですか。だからなんかやらかして新聞だったら、もう100アウトじゃないですかですいや。やらかさない想定で生きてますよ。